快速特急または快特は日本の私鉄で使われている列車種別の一つである。いずれも特急より停車駅が少ない列車として運行されている。一部事業者では特急が特別急行の略であるように快速特別急行を正式名称とし快速特急、快特は略称として扱う場合もあるが、京浜急行電鉄のように 解凍を正式名称とする事業者もある。特急料金の不要な鉄道事業者、路線も多く、この場合無料優等列車では最上位に位置する。JR では特別快速、または新快速、その他特急列車において特急料金の必要な事業者、路線では快速急行に相当する種別である。本校では京浜急行電鉄に種別を合わせて設定された。 京成電鉄及び都営地下鉄を除き各社の運行開始順に記述する。なお、名古屋鉄道や阪急電鉄、京阪電機鉄道では中断していた期間があるが、その場合は初代の運転開始日を基準として掲載している。京急2100系電車による開得開得は京浜急行電鉄の列車種別の一つ。特急より、 停車駅が少なく目的地に速達できる列車として、京浜急行電鉄では広告している。現行の名称は1999年により、使用しているが、従前では、快速特急と称していた。なお、その後も一部の利用者の間では、快速特急と呼ばれたり、本線系統では早朝、深夜のみ、運転の特急と呼ばれたり、京急線では運行されない。 快速と呼ばれている。なお、京急では快得、エアポート快得、特急ともに、英語表記には、リミテッドエクスプレスが用いられているが、女性専用車の試験導入告知では種別表示の、色から快得は、グリーンリミテッドエクスプレス、特急は、レッドリミテッドエクスプレスが用いられている。また、京急と、相互直通運転を行う。 都営地下鉄浅草線内の駅ホーム発車案内では LTDEXP と表記されているほか、京急の一部駅ホームの時刻表等においては、ラピッドエクスプレスが用いられるなど統一されていない。また、京急の駅時刻表などには、各種別の英語表記の後に、開徳、エアポート開徳、特急とローマ字の表記が付け加えられているものもある。 また同時に急行と普通にも、急行、普通とローマ字表記が付け加えられており、京急線各駅で配布されている、京急沿線マップの英語版、京急ラインガイドマップでは、ラピッドリミテッドエクスプレスと記されている。快速特急の列車種別は、最初は京急のみであったが、京急の設定の1年後の1969年に、名鉄の初代快速特急が設定された後、 その翌年の1970年の名鉄の初代、快速特急廃止後は、2001年に阪急が設定するまで、長らく京急のみで設定されていた。なお、この列車種別を元にした、列車種別として、以下のものある。通勤快徳1981年から1999年までの間運行された。平日ダイヤー車ラッシュ時に三崎口駅。 三浦海岸、浦賀駅金沢文庫間は特急停車駅、金沢文庫駅品川駅間は快徳停車駅に停車した。種別色は1995年7月から紫色であり、公式ホームページの時刻表では、通勤快徳に相当する列車の時刻は紫色で表されている。平日朝ラッシュ時の上り列車が中心だが、折り返し、通勤快徳となる。 下り列車にも使用された。設定当初より、通勤、快速特急ではなく、通勤、快特が正式な種別名称であった。京急ウィング号この列車の種別自体は、快特であり、京急ウィング号という名称自体は、列車名である。1992年の運行開始。平日夕方ラッシュ時品川駅発の列車は、品川駅上大岡駅間は、ノンストップ。 神大岡駅以南では海徳停車駅に停車する。品川駅から乗車する際は座席指定券を要するが、他の駅からは運賃のみで乗車できる。2015年からは、平日朝に、三浦海岸駅、品川駅、仙楽寺駅間で、モーニングウィング号が運行されている。途中停車駅は、下りのウィング号とは異なり、横須賀中央駅、金沢文庫駅、 上大岡駅となっていて、座席指定券を購入すると、三浦海岸駅、または途中駅から乗車できるが、品川駅まで途中下車はできない。双方ともに、転換式、クロスシートの2100型が当てられている。エアポート線九1998年運行開始。設定当初は、エアポート快速特急という種別だったが、快速特急が回徳になったのと同時に、 現在の種別名称となる。京急線内は昼間時に40分間隔の運行で、羽田空港第1、第2ターミナル駅、羽田空港第3ターミナル駅、品川駅、仙楽寺駅に停車。都営浅草線内は一部の駅を通過し、京成押上線、京成本線、京成成田空港線に直通運転する。浅草線内での独自の設定もある。かつては、 京急蒲まった駅に停車していたが、2010年5月16日のダイヤ改正以降は通過し、京急線内でも快徳との差別化が図られている。基本的に日中の栗浜線直通系統は、10分ごとに京急線内折り返し列車と、都営浅草線、京成線直通列車が交互に運転され、空港線直通系統は10分間隔に、都営浅草線、 京成線直通列車が運転される。北総線直通開徳は、都営浅草線、京成線、北総線内は普通として運転されるが、青と発着の開徳は、都営浅草線内エアポート開徳、京成線内快速特急として運転される。対して、エアポート開徳は、都営浅草線内もエアポート開徳として運転され、京成線内では、アクセス特急とし、 成田空港まで運転される。1999年から2010年5月16日までは、日中時間帯の京急川崎駅南の本線、栗浜線では海徳と普通のみのダイヤとなっていた。海徳、急行は、空港線に分岐なお、京急線には、特急も一部時間帯に限って存在するが、快速は、過去も含めて2016年11月現在。 存在していない。なお、停車駅等詳細は、京急本線を参照。京急栗浜駅、三崎口始発、終着の列車は、自社の車両を中心に運用されているが、空港線直通列車は、東京都交通局所属車両や京成電鉄、北総鉄道所属車両など、乗り入れ各社局の車両を中心として運行されている。朝ラッシュ時には上り、 海徳六本の品川法戦頭車が女性専用車となっている。専用車両は代々クロスシート車両が使用されている。運用の都合などでロングシート車両の線型が使用されることもあったが、2000系の増備が完了すると、日中の海徳はクロスシート車両で統一された。ただし、浅草線直通列車は海徳格上げ後も主にロングシート車両を使用しており、 現行ダイヤで全座席クロスシート車両を使用している回特は日中でも全体の半数ほどである。また専用車両である2100型はすべて8両編成であることから12両編成で運転される場合は4両編成の他形式の車両を並結する。京成電鉄の快速特急は2006年12月10日のダイヤ改正で 特急の本線京成桜駅以東を各駅停車化したことに伴い、従前の特急の代替となる列車として運行を開始した。停車駅は改正以前の特急と同一である。都営浅草線方面直通運用と京成上野駅始発、終着運用の2系統がある。この結果、上位種別から順に解得、特急、通勤特急、快速、普通となった。 英語表記は、京急と同じく、快速特急と特急のいずれも、リミテッドエクスプレスが用いられているが、都営浅草線内の駅ホームの発車案内では、かつて表記が、ラピッドエクスプレスだった。また、相互乗り入れを行っている、芝山鉄道線でも同日から運行を開始している。相互直通運転を行っている京急の種別に、合わせたため当初は、快速特急ではなく、 解読とされた。しかし、形成には解読と発音が極めて近い快速も存在し、この快速と解読の似た発音を原因とする分かりにくさから利用者からの改善要請もあり、2007年8月16日から駅構内及び車内においては快速特急とアナウンスすることとなった。この当時は発車表や種別表示器などは引き続き、 解読が使用されていたが、2000年代後半以降に導入されたフルカラー LED 式や LCD 式の発射表では、快速特急と表記するようになったほか、従来からの LED 式発射表や種別表示器についても、字幕式、LED 式ともに快速特急に変更されるなど、現在は快速特急に表記が統一されている。 2010年7月17日のダイヤ改正で、快速特急が正式種別名となった。また、押上駅では、都営浅草線を経由して、京急線へ直通する列車のうち、京急線内で快特運転する列車は、京急線の案内に合わせ、快特と案内される。快速は種別色が、ピンク、快速特急は緑であるが、三色 LED 式種別表示器を、 使用する車両の場合は、快速、快速特急の双方とも緑色で表示され、上述の発音と相まって非常に紛らわしいため、京成電鉄所属車については種別表示器をフルカラー LED 式に交換した。ただし、2013年まで運行されていたエアポート快速はフルカラー LED 式でも緑色で表示されていた。ダイアグラム上では、 従来快速特急、特急などを含め、特別急行列車が正式な名称であったが、後に、快特列車と表記されるようになり、前述の2010年7月17日ダイヤ改正より、快速特急は、ダイヤグラム上も、快速特急列車と表記されるようになった。京成電鉄のダイヤ改正も、参照詳細は、名鉄特急を参照名鉄1200系。 快速特急豊橋駅名鉄名古屋駅ディスプレイ名古屋鉄道では二千五年一月二十九日より快速特急の運転を開始した日本語の正式名称は快速特別急行英語表記はラピッドリミテッドエクスプレス空港線開業時に中部国際空港へのアクセスの速達化を図るためそれまで運行されていた名古屋本線とこ線の特急を 快速特急と特急に分割したものである。なお、床滑線から犬山線や広見線へも新設されたが、名古屋本線の神宮前駅以北や犬山線、広見線内での停車駅は特急と同一である。なお、名古屋鉄道で初めて快速特急の名称が登場したのは1964年のダイヤ改正で登場した三河線への非線直通列車で、 四川区に限って特急の行き先表上に快速特急の表示を掲示していた。当時は正式な列車種別ではなかったが、名古屋鉄道の快速特急の講師となった存在である。続いて1969年より1970年までの間、今度は正式な列車種別として、 名古屋本線で運転される特急のうち、地流駅を通過する列車を初代の快速特急と称していた。ただし、この初代の快速特急では、上記の視線直通特急とは逆に、時刻表や駅の発車表、および案内放送では、快速特急と案内されていたが、車両側の種別表示は、快速特急や快特が用意されておらず、特急と共用の 特であった。その後2005年のダイヤ改正で、現在の快速特急が設定され、35年ぶりに快速特急の列車種別が復活した。2代目の快速特急では、時刻表や駅の発車表、及び案内放送の案内が、初代時代と同様にされているほか、初代時代とは異なり、名古屋本線では、従来の特急の標準停車駅のみに停車する、 列車を快速特急とし、加えて新安城駅と国府駅にも停車する列車を特急とした。ただし、国府駅や稲駅に特別停車する列車も設定されている。なお、名古屋本線の名鉄岐阜駅と洋橋駅間で運行される快速特急は、特別車両券、ミューチケットを必要とする特別車と必要としない一般車が並結された。 一部特別車編成である。常名滑線と新規に開業した空港線では、中部国際空港のアクセス特急として、神宮前駅中部国際空港駅間をノンストップで運行する列車を快速特急とし、途中の大高川駅、尾張横須賀駅、朝倉駅、新島江子駅、常滑駅に停車する列車を特急とした。空港線直通快速特急の車両は、 空港線開業とともに新造した全車特別車編成である2000系電車、ミュースカイが使用される。2008年12月27日より中部国際空港駅発着の2000系を使用した定期運用の全車特別車列車はすべてミュースカイへと列車種別名が変更された。同時に、 高和線と地田新線にもわずかではあるが一部特別車の快速特急が設定された。その結果2010年時点のダイヤにおける快速特急は名古屋本線、犬山線、広見線、床波線、高和線、地田新線のみの設定となっていた。名鉄名古屋駅北での停車駅は特急と同じで実質的な差は豊橋駅。 港和駅名鉄名古屋駅間のみである点は従来通りである。なお、港和線と千田新線では従来の特急の標準停車駅のみに停車する列車を快速特急とし、加えて阿久井駅と青山駅にも停車する列車を特急とした。ただし、三浜緑駅や高和口駅、青山駅、辰巳川駅、南鍵谷駅に特別停車する列車も設定されている。 2011年3月26日に実施されたダイヤ改正で、床なめ、高和線系統と広見線での設定が消滅したほか、特急に変わる形で、豊川線に平日朝に名鉄名古屋方面行きが日本新規設定された。ただし、豊川線における快速特急の設定は、標準停車駅扱いではなく、始発駅の豊川稲荷駅を含む豊川線内、 各駅及び、名古屋本線の急行停車駅に特別停車するという位置づけである。名鉄特急自動車との競争の中で及び、名古屋鉄道のダイヤ改正も参照、阪急京都本線運行形態及び、軽トレインも参照阪急6300系、快速特急 A、軽トレイン阪急7000系快速特急、軽トレイン宮城区阪急電鉄では、 阪急京都線において2001年3月から2007年3月16日まで定期運行していた列車の種別に快速特急が存在していた。その後、2011年5月14日からおいて、土休日のみ快速特急の運転が再開された。英語表記には、リミテッドエクスプレスが用いられていたが、2019年1月19日ダイヤ改正で、 ラピッドリミテッドエクスプレスに変更された。また、同改正より派生種別として、快速特急 A が新設された。西日本旅客鉄道東海道本線新快速への対抗措置により、京都本線で昼間時の特急停車駅を増加させたため、それまで運行されていた初代の快速急行の種別名を快速特急に変更した。そのため、 停車駅や所要時間は初代の快速急行時代と変わらない。朝夕のラッシュ時のみの運転であり、平日の朝ラッシュ時にはより停車駅が少ない通勤特急が運行された。2007年3月17日のダイヤ改正により通勤特急と統合され運行休止となった。その後、2010年から春秋の行落シーズンに大阪梅田駅及び京都河原町駅と 嵐山駅を結ぶ直通臨時列車として3年ぶりに快速特急の種別が復活した。そして2011年5月14日からは6 3 0 0系6 3 5 4回をリニューアルした軽トレインを導入し、土曜日、休日ダイヤの定期列車として4往復の運行を開始した。途中停車駅は13駅、淡路駅、桂駅、唐須駅で、 大阪市内と京都市内の間を無停車で運行する定期列車としては14年ぶりの復活となる。ただし、定期運行の特急のすぐ後ろを走り、特急を追い抜かない続行運転のダイヤであること、また車両も大掃除を除いては、時速 115km 運転に対応していない6300系を使用していることから、京都河原町駅大阪梅田駅間の所要時間は、 特急より2分遅い44分である。2019年1月にイとレーンによる快速特急は、快速特急 A と解消され、13駅を通過することになった。ただし、実際は13駅は通過せず、旅客扱いを行わない運転停車である。2019年3月からは7 0 0 0系7 0 0 6階をリニューアルしたイトレーン宮平区が、 快速特急として運行されている。京阪特急及び京阪本線も参照京阪パッ系、快速特急、楽楽京阪電気鉄道京阪本線の特急は1993年まで大阪の京橋京都の7条間は無停車だった。その後、利便性向上などを目的に中車島、丹波橋、くずなは、ひら市の4駅が新たに 特急停車駅に加わりこれにより京橋七条間無停車の特急はなくなった。しかし2003年にはクズの葉、平方市を通過する軽特急が特急より上の最速達種別として新設された。2008年には中野島線開業に伴うダイヤ改正で軽特急は快速特急に解消され同時に英語表記も快速特急という意味の ラピットリミテッド EXP に変更されたが、2011年5月28日に行われたダイヤ改正でこの快速特急は廃止された。快速特急廃止からわずか約5ヶ月後の2011年10月22日に、降落期限定ダイヤのみだが1993年までの特急と同じ、京橋7条無停車のノンストップ特急として復活、運行を再開し、 翌年2012年には公募で、楽楽の愛称が付与された。当初は上りのみだったが、後に下りも設定された。2016年3月19日実施のダイヤ改正でこの快速特急が定期列車となり、今まで単に快速特急と案内されていたのが、愛称付きで、快速特急楽楽と案内されるようになり、種別名も愛称付きとなった。この際、 種別方向膜に既存の快速特急膜に加え、別で快速特急ラク,ラク膜が新たに追加された現在、快速特急運用の際は快速特急ラク,ラク膜が使用される。快速特急使用車両は原則特急専用車で運用される。ダイソーは一般車両6000系など、現在は土級実は8000系。 平日は2代目3000系で運用されている。2003年に設定された系特急を2008年10月19日の中野島線開業に伴うダイヤ改正により名称変更する形で快速特急が設定され、平日夕方らし主事の京都方面行き限定種別として運行されていた。運行区間は淀屋橋駅で町柳駅間であり、 停車駅はそれまでの軽特急と同一であるにも、かかわらず、所要時間は通常の特急と同一であった。なお、京阪の快速特急は、2011年5月28日改定で完全廃止され、大阪市内と京都市内を無停車で定期運行する特急は61年の歴史に幕を下ろした。2011年10月22日から12月4日、 までの期間の土曜日、休日には、京橋駅七条駅間ノンストップの臨時快速特急として復活した。2016年3月19日改定で土曜、休日ダイヤのみ、大阪市内と京都市内とを無停車で定期運行する快速特急が5往復設定され、5年ぶりに定期列車となった。この際に、公募で決定した楽々の愛称を付与した。 2017年2月25日改定で平日にもに往復運行されるようになった。また、今までは、快速特急使用車両は、原則、8000系で運行されていたが、快速特急使用車両が一時、全列車2台目3000系に変更された。ただし、降落機は8000系での運転。2018年9月15日改定で、 と、土休日の快速特急使用車両が8000系に戻った。現在でも土曜、休日ダイヤの祇園祭りをや実施日などの夕方には大阪市内京都市内の片道のみではあるが、臨時快速特急が運転されることもある。ありがとうございます。